サーズは実は今9連戦に入ってまして、あと残すところ2試合でこの連戦が終わるわけですが、佐々木さんどうですかこのところのこの戦いを見て。やはりピッチャーですよね。あのちょっと点を取られすぎですよ ね、はい、毎試合のように8点9点という感じですもんね。そうなんですよね。まあ打つ方はまあ点は取ってるんですけどね、はい、ピッチャーがちょっと踏ん張りが足りないですね。そうですね、はい、そしてなんといっても今年生まれ変わったのはこのブランコの加入ですから、まあ、今日は村中をどう打つのか楽しみにしたいと思います。まあ、一方のヤクルトの方は好調とお伝えしましたが、なんと6連勝強い巨人に3連勝ですからね。まあ巨人対してね本当にいい戦いしましたからね、はい、あのそういう部分ではヤクルトらしい野球になってきたなと思いますけどね、はい、今3、4、5が上向きという、まあ、打つ方も非常に充実しているヤクルトスワローズ。今日の相手ピッチャーは DeNA ルーキーの美濃と対戦をすることになっています。改めてセリーグの順位表です。1位巨人、2位阪神 3.5 ゲーム差。今日対戦のヤクルトが首位と5ゲーム差。DeNA は残念ながら昨日終わった時点で6位ということで、首位と7ゲーム差ですが、いわゆる借金が5。DeNA は踏ん張りどころですね。そうでしょうね。やはりあの本当チーム防御率見ても5点近いですからね。そうなんです。うん、そういう部分で、まあ、あの打率はね、いい方ですからね。はい、そういう部分では本当ピッチャー次第というところでしょうね。これが防御率、DeNA は 4.84、ヤクルトは 3.338 という数字です。さあ、各選手がポジションにつきました。DeNA、今日の先発ピッチャー、ルーキーの井上です。まあ、ルーキーながらなかなかまとまった堂々たるピッチングですが、ただ今年まだ白星がありません。守備をご紹介しましょう。ピッチャーがルーキー伊能、キャッチャーがベテランの鶴岡和成、1塁ブランコ、2塁内村、3塁が中村典弘、2000本まで秒読み、ショート石川、外野はレフト今日も井出、センターがここ2試合ホームランを打っている松本圭次郎、そしてライトが金城という布陣です。ラミレスは今日もベンチスタートです。4月4日のジャイアンツ戦から まさに先発ローテーションの一角として投げています。まあ、中畑監督も非常に期待してるんで、一つ勝てば流れが変わるんだというふうに言ってましたからね。まあゲームは作ってるんですね。5月は 5.4 です、はい、これでやられたぐらいでね、はい、その後はある程度は投げてますからね、はい、残念ながら4つ黒星が並びました。今日は低めで丁寧に投げたい、常に低めを意識していきますと言っていた井野。今日の相手は球界を代表するエース村中。村中は今シーズンは2勝1敗です。バッティングカウント、かなりボールを長く持ちました。まあ、投げるのは怖いでしょうけどね、研究すればするほど投げにくいでしょうが、うん、ただあまりね怖がらずに、ここはもうヒットでもしょうがないぐらいの気持ちでいってもいいんですけどね、はい、あまりランナーは食べたくないですよね。次も当たっている5番の畠山、スリーワン。ヤクルト先制、田中ホームインです。軽打という形でした。今日はバレンティンが先制打です。1対0です。佐々木さんおっしゃったように軽く振った感じですね。そうですね、まあ、ヒットですからねしょうがないと思うんですけど、ただ今の間違いは高さなんですよね。あちょっとまあ高いです。高い、スライダーが高い、うん、これはもう少し振ると多分振ってこないと思うんですけどね。やっぱりね、今年から一軍のピッチングコーチに川村コーチ入りましたけども、4連敗の中見ると要所で高くなってると言ってましたね。まあそうですね、で7番センターの松本圭次郎です。まあ松本が良くなりましたよ ね、ずっとね去年ぐらいまでは当てるだけのバッティングだったんですけど、はい、あの切れるようになってきましたね。まあ中畑
監督も去年までだったら思い切って振っても打球が左にしか行かなかったけど、今年はもう春先から引っ張られるようになったかなと言っていた、その言葉通り2試合連続のホームランです。かなりこのトップ派気になりますね。まあそうですね、ちょっとピッチャー気になりますよね。昨日もライトへ中段に2号を放っています。昨日がヤクルト先発の松岡から、その前が阪神のあのルーキーの藤浪から打っています。あーっとキャッチャー取れません。ランナースタート、近所2塁へ。高めにボールが抜けてしまいました。こういうヒットあるんですね。なんか抜けてますよ ね。さあ同点のランナーが2塁、カウントはボール2つ。昨日の松本の3安打をご覧いただきましょう。まず5回のこれは立派なホームラン、それから7回の拾ってのライト前で、9回のこれが内野安打でプロ初の3安打猛打賞です。まあでもこうやってヒットを重ねていくうちに慣れてくるでしょうね。まあそうですね、あの一軍のピッチャーのこういう、はい、あのボール見てるうちにね、だんだん慣れてきますよね。キャッチャーの田中将彦がすぐにマウンドに行きました。ちょっとサインが合わないですね全然。それでさっきもモーション止めたり前が悪かったり、今のも多分サインミスだと思うんですよね。そういうことですか、はい。さあここは短い人でも同点という場面です。かなり外野は深め、ワンアウトです。折れましたが面白い、これは落ちそうだ、落ちた、ランナー三塁を回った、これは同点になりそうになりました。1対1当たっている松本、折りながらもライト前タイムリーヒット。昨日今日と結果を残しています。松本圭一郎嬉しそうです。完全に村中も降りましたけどね、詰まってますね、しっかり振ってますよね。そこですか、はい、近所もよく走りました。すぐに同点に追いつきました。なおワンナウ、満塁強行してきました。これが成功です。まあ打たせたのはこのバッティングあるからかな。ど真ん中でしたけどね、すごい当たりでした。いやー見事、これマシンですね。生い表情を変えない村中ですが、まあでも甘いんですけど、あの1個2打てないですか。やめたら打てないですよ。あーそうですか、まあこの辺にも一つヤクルトの強さの秘密があるのかもしれません。バントではなくて強行してきました。まあ6連戦もいけるっていうんですかね、これもね、そういうことでしょうね。そして先ほどはヒット、その前がフォアボールという田中広康、ご覧のようにバットは短く持っています。満塁、打たれました、これも高い、一人帰ります。
鍛え返りました。見事なバッティングを見せました。3対1、田中がスポーズ。ヤクルトが4回に2点を勝ち越しました。竹内、それから田中将彦が生還しました。ワンアウト2、3塁です。の、ね、甘いボールですよね、高めのね。まあ、一番バッテリーとしても注意していたはずのボールですけどね、うん、その前の回のやっぱりバレンティンと畠山に対しては非常にインコースをうまく攻めてますね、はい、攻めてたり、やっぱりこういうバッテリーやってまたこう外外に逃げてってますよね。そういう攻めがもっとしてほしいなと思うんですけどね、そこではできましたからね。あ、これもう一回やってきますね。フェアだった。二塁は投げられません。鶴岡一塁へバント成功です。これダメですね。逆に言うとヤクルトの強さはここにあるかもしれません。スリーバントを決めてきました村中。ツーアウト二塁。コースが甘いんですね。あ、もう真ん中、もっと高くなきゃダメですか。いや、もっと厳しいところですね。顔に近くなきゃダメですか、これでまたランナー2塁という局面を作りました。そして今日4回に2点タイムリーを放っている田中広康。井野は次の球が100球目です。6回の表2アウト2塁。先ほども外の高めを打たれましたが、また外側、井野を要所で打たれました。4対1、大きな東京ヤクルト4点目を取りました。簡単に、意図を簡単に4点目を取りました。ツーアウト、なおランナーは1塁です。まあ、ちょっともったいなすぎますよね。さっきと同じようなボールじゃないですか。さっきスライダーなんですけど、これはストレートなんですけど、それがこうボール球にしたいんですよね、はい、多分いいコースを攻めたかったと思うんですよね。だから初球ボールが入るよっていうヒットの構えみたいなね、その意図がピッチャーに伝わってないんですよね。甘く入りましたね、ご覧のように今日は4打席全部出塁、3の3プラスフォアボール。なかなか次が100球目、まあ、画面からも分かるようにかなり強い風がグラウンドレベル吹いています。今日のブランコはセンターフライとセカンドゴロ。内野はゲッツ体制です。今のがちょうど100球目。ヒットは3、フォアボールが3つ、三振が3つ。1点の1は2回の裏、松本によるタイムリー1本だけです。1点だけです。うっという、はい、まあ、でもこういうのも大事なんですね、うん、やっぱここ攻めないとね、いけないところですからね、まあ、ブランコもね、4番張ってるわけですから、近め来るなってのは分かってるわけですからね。スリーボール、今日はスリーボールが多くなっている村中。狙ってきました。さすがです。とにかくフルスイングのブランコ、打率も第3位。どうでしょうか、かなり上がっている。風があるぞ、どうかな。バックするセンターがそのまま入った、出ました、ツーランホームラン。今日もブランコ打ちました。昨日に続いての、今日はバックスクリーンのホームランです。これで試合が面白くなります。
4月月間球団新記録、4月だけで14本のホームランを打ちました。2試合連続ホームランです。平成25年の4月30日あの青田昇さんの記録を更新しました。まあ風もありましたかね。うん、打った瞬間は上がりすぎっていうか ねちょっとね思ってたけど、はい、飛びますね飛びますね、はい、いやしかし試合はこれで面白くなってきました。バッターは5番のサード中村典人、今日はまだヒットがありません。多分今投げた村中の方が打ち取ったと思ってますよ。ああそうですか、はい。まあ今日は各今年は各球団ホームランがよく出ています。これ去年に倍数だけでやるかもしれない違いますね。倍以上出てますね。ねえ、なんか見てても打球も速いし、だからあの変わってないって言うんですけどね、本当かなって思うぐらいのちょっとね出方ですよね。そうですね、ですからあの10点ゲームというんですか、2桁得点というのは随分多いですね。去年全然なかったですよね。そうですね、あの畳んでちょっと窮屈そうに打った打球ですから。そうです、そうなんですよ。打ち取ったかなって確かに、はい、いやピッチャーとしてない今のは投げ勝ってる、はい、ですよね。まあただの野球ファンとしてはたまらないですね、やっぱりね。ピッチャーとしてはたまらないですよ。もっとたまらないですか。打っても取られるみたいなね。そうなんですよね、1点差。ファウルです。どっちかって言ったら僕はピッチャー目線の方なんで、あ、はい、困りますか。そうありますね、はい、ていうかこれだけ打球が入ったとピッチャー危ないんですよね。あピッチャーないなら確かにね、避けられないですよね。避けられないですね、これだけ打球が入るとね、2000本まであと8本。いい当たりですか、ファウル。あとこのエキサイティングシートができましたね。実はかなりバッターから近いんですよね。そうなんです、ちょっとねあの 危ないというか、ちょっと見ててね気になるところではあります。おそらく避けられないですよ、早いブランコのファウルは。あのグローブ、ね、皆さん持ってほしいですね、このね、右の方はね、そうですね、持ってますね、もう重装備ですけど、今日ブランコの打球を取れても難しいですね、速い打球ね。そうですか、やっぱりね、怖いですよ、はい、いやしかしブランコについに15号が出ました。粘って今度が8球目、あと8本。これで2000本まであと7本。ホームイン、4対4です。今年のベイスターズはこういう打たれたら打ち返す野球です。ブランコも本当に嬉しそうです。ベンチが沸きます。いやうまく拾い上げたなって感じですが、入りましたかね。まあ芯では打って、まあ打ってね、うまい打ち方ですよね。ちょっと高さがね、はい、まず入るとはね。そうですか。ずっと言ってますけどね、大変ですね。ダイソー梶谷が送られました。そしてバッターボックス、スイッチヒッターの6番の金城、6番ライトの金城が入りました。
今の中村のヒットで合計8本 DeNA 8安打大きなリードを取れます。一塁ランナーの梶谷、これはなんとかねスコアリングやりたいんですけどね、次に進めて結局山口が9番に入っているので、はい、攻め方もちょっとね難しいんですけどね。そうですね、はい、変えたくはないですもんね。そうなんですね。次が松本、キャッチャー田中よく抑えました。ネクストの松本は今日は2安打。時刻は5時を過ぎました。3時間ゲーム、勝負は決まります。4対4、ランナースタート、空振り、盗塁成功です。ここは思い切って走らせました。勝負しましたね。まあバントが早いってことはね、この作戦しかないですよね、はい。梶谷は今シーズン初盗塁。ワンボールツーストライクです。さあ金城が返せばこれが勝ち越し点。戦いをしてしまったという中畑監督、相手に5本のホームランを打たれました。試合の終わった後の会見でもうっすらと目元が潤んでいました。それだけ悔しかった昨日はゲーム、今日は接戦です。3-2です。ロマンのボール来たらどうですか。ちょっとストライクボールはっきりしてますよね、力づらいはあるんですけどね、はい。ただもともと転がりコントロールとかね、そういうのはあるピッチャーではないんですよね、ピッチャーなんでね。このワンチャンスを生かせるかベスターズ。スタンドも大喜びです。中畑監督がよくやったという表情です。5対4、ベイスターズが1点をリードしました。ロマン打たれました。荒木コーチが行きます。いやちょっともう体勢崩しながらのバッティングでしたけどね、まあ、こういうところのバッティングってやっぱベテランですよね。うまさですか。そうなんです、ね、バットコントロールですね、変化球もね。ファーストの畠山のミットの先でした。もうバレンティンもバックホームは間に合いません。ランナー三塁です。そしてバッターはベテランの宮本、まだ分かりませんね最後まで。これでランナー三塁いったことによって、コントロールが定まって操作ですから、はい、このスライダーが甘く入ってくる可能性ありますよね。そうですね、
やっぱりなかなかワンバン放りづらくなりますね。はい、それと慶太はね、うまい宮本ですから、このチャンスで同点にすることができるか。 DeNA は操作が抑えて勝利を手にすることができるか。さあ、大変な局面になりました。宮本です。狙ってましたね。外に曲がってくるボール、スライダー狙ってましたね。結局甘いとこ入って、甘くはないんですけど、やっぱりちょっと浮いてますよね。もう読み通りと、はい、これどうですか、これ。ちょうど変で消えましたか、はい、いや微妙な打球でした。一塁の塁審の渡り球判定はファウル。まあ、あれだけ余裕持ってファウルしてくれたからちょっと、ね、ね、離れてるでしょうね、はい、ラインの外でした。でも今の1球見てもやっぱりね、ちょっとニャモハトは簡単に失わないかもしれません。得点圏は5割、順位の6です。ラストレート155キロ、速い。いやー、スピードがあります。負けないでストレートの方がいい感じもしますね。なんかね、今まで見たらね、155が出ましたね。ただ今のもう抜けてるんですよ。そうなんですか、うん、さあ、2アウト、2ストライク、勝利まであとストライク1つ。しかし一打同点というヤクルト、スライダー粘ります。ファウル、ファウル。今日の宮本はショートゴロ、センター前ヒット、ピッチャーゴロ、セカンドライナー。打率は2割6分、打点は6。今日ホームランを打っているブランコ、中村のりひろにもホームランが出ました。なおその中村に代わって、この回サードは梶谷が入っています。5番梶谷、さあと1球、ショートバウンド、高めの休みでいいと思いますけどね、あんだけのボール投げればね、もう当たらないですよね、うん、と思いますけどね、ただ今日はとんでもない一球投げてますから ね、 そうですね、ちょっと鶴岡ドキドキしながら、それが鶴岡になるのかな、はい、その前にまっすぐ打ってたから、そうですね、かなり警戒して守っているものと思われます。粘ります。154キロ、しかし宮本もただではアウトになりません。相当早いですね、あのボールをね、簡単にカットしてますよね。さすがですね、さすがですよね。155キロ、154キロときました。ちょっと落ち着かない表情はマウンドの操作。ファールです、ファールです。まあ、DeNA の今年の目玉バッターではブランコでしたが、新戦力として中日からこのソーサ、それからソト、この3人が大きな戦力です。あとアウト1つ。勝てばヤクルトの連勝が6で止まります。それを止めることができるか、操作。5時半を過ぎました。ワンボールツーストライク、粘ります、粘ります。ちょっと操作も投げるところが、うん、そうですね、
今スライダーですよね。まだこれだけ投げててまっすぐ1球だけなんですよね。2球か、はい、2球です ね、 ね、それにはタイミング合ってないんですよね全部。はい、ということは最後ストレートですか。言ってもいいと思うんですけどね。粘る宮本、今度が8球目。詰まったバット折れた、ショートゴロ、踏んでアウト。ソーサガッツポーズ。ヤクルトの連勝を止めました。5対4 DeNA が勝ちました。これで DeNA 12勝16敗、いわゆる借金を4に減らしました。一方のヤクルト、連勝が6で止まりました。ルーキーの移動に勝ちがつきませんでしたが、最後は山口の後、操作が試合を締めて5対4で DeNA が勝ちました。そして8回、ゲームを決めたのは金城の一撃でした。5対4、普通の試合は勝ちました。ブランコと金城選手が呼ばれました。放送席、そして横浜 DeNA ベンツファンの皆さん、お待たせいたしました。今日のヒーローはトニー・ブランコ選手、そして金城辰彦選手です。まずはブランコ選手から伺いましょう。今月3度目のお立ち台、今の気持ちを教えてください。Me siento bien, ¿me entiendes? Porque estamos luchando, ¿me entiendes? Por la causa del equipo y me siento bien por haber sido el héroe de hoy. まあ今日のヒーローインタビューですね。まあ3度目ですね。本当に嬉しいですね。これこれからももっともっとお立ち台に立ちたいですね。さあ反撃の狼煙を上げる2試合連続の15号のホームランでした。手応えはいかがだったんでしょうか。No, me sentí bien, ¿me entiendes? Verdaderamente era una marca de, en el medio de abril, ¿me entiendes? De 14 jonrones y me sentí bien cuando vi que la bola salió, ¿me entiendes? Y gracias a Dios pude romper esa marca. Ahora sí, hay que seguir adelante, ¿me entiendes? Batiendo más jonrones y teniendo buena temporada. まあ感触が良かったですね。ただボールを見た時ギリギリ入るかなかっていうの微妙だったんですけれども、まあ入ってくれて良かったですね。でこれまあ昨日も今日も打てて、とても嬉しいですね。今の感触はもう本当に、いいですね。そしてブランコ選手、今日のホームランで4月月間14本、これは59年ぶり球団新記録です。No, se siente bien, ¿entiendes? Es un nuevo logro para mí en Japón y nada. Eso es para los fanáticos que son tan bonitos, tan bellos, que sigan asistiendo al parque para que sean disfrutando los demás jonrones. これ嬉しいですね。これはですね、ファンの皆さんいつも応援してくれてるので、プレゼントします。これは。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは続いて勝ち越しタイムリー、金城辰彦選手です。ナイスバッティングでした。ありがとうございます。今この大歓声を聞いていかがですか。いや最高に嬉しいです。はい、場面中村典弘選手がつないで、そして梶谷選手が走っての場面でした。どんな気持ちで打席の中考えていたんでしょうか。そうですね、ここ数試合流れが悪かったので、まあ、少ないチャンスをものにしないと絶対勝てないと思ってたので、まあ、チームの代表として、本当に精一杯、打ちました。はい、一塁線打球が抜けました。その時の気分を教えてください。いや最高に気持ちよかったです。はい、そして金城選手、このゴールデンウィーク6連戦5試合終わって4試合マルチ安打です。まあ、出てる限りはやっぱりチームに貢献したいので、一生懸命やってる結果だと思います。はい、さあそれではゴールデンウィーク、今日平日にもかかわらず多くのベイスターズファンの皆さんが集まっていただきました。一言ファンの皆さんにお願いします。そう、連日熱いご声援本当にありがとうございます。明日も、必ず、ヤクルトを倒したいと思います。また球場に来てご声援よろしくお願いします。ありがとうございました。ではブランコ選手も一言お願いいたします。
Ahora que sigan viniendo al estadio y que vamos a jugar fuerte con todo el corazón, que nos apoyen todos los días.そうですね、これからも応援しに来てください。これが球場に足を運んで、いつもいつも我々もプレー一生懸命やりますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございました。今日ヒーローはトニー・ブラウン選手、そして金城達彦選手でした。今日は打のヒーロー2人、ブランコ選手と金城選手の今嬉しいインタビューの声が、中畑監督のインタビューです。勝ちましたベイスターズ中畑監督です。本当に最後の一つのアウトまで、ギリギリのところ本当によくしのぎ切りましたね。そうですね、その前はね、苦しいスタートをしてる試合展開だったんですけどね、よく追いついて、最後8回にね、点を取ってね、勝ち試合を作れたなと、久しぶりにいいゲームの内容で勝ち試合を作りましたね。はい、一時は3点リードを許したんですけれども、はい、きっかけはブランコの一発が作りましたね。そうですね、本当に頼りになる4番バッターでね、そういった雰囲気を変えてくれる一発の凄さっていうのはね、こんなにコンスタントに出るもんじゃないですけどもね、本当にすごい集中力だなと、そう思いますね。はい、そしてそこでノリが続きました。これもね、アベックでね、続いてくれて、もう同点に追いついたっていうのがね、本当に大きかったですね。あそこでもう一歩っていうのがね、結構多いんで、一気に追いついたっていうのがね、非常にその後ね、戦いやすい空気になってくれましたね。はい、そして勝ち越したところはですね、はい、中村典のヒットから、盗塁も絡みましたね、ダイソー出して。あれはね、勝負に行かなきゃいけない場面ですから、それなりに選手のモチベーションとか役割分担っていうのがね、非常にスムーズにいって、決勝点をね、上げることができたんでね、勢いっていうのはああいうもので出てきますよね。はい、ところで今日は勝ち越す前の時点、4対4から8回で山口を投入しました。そうですね、できれば2イニングずつと、同点であればね、山口に、それから総さんにというぐらいの流れを考えて、投入しました。はい、ラミレスを終えて山内が打順回ってきたときに代打を出しましたけども、あのあたりはどうだったんですか。いや、もう1点入ってますんで、もう一気に勝負をかけに行くね、そういう場面でのラミレスの集中力に、かけたんですけどもね、なかなか結果に結びつく雰囲気はね、作りきれてないですね。初球のストライクを見逃すのはラミちゃんらしくないなというのが、ね、あるんでね、ちょっと今、悩んでるところがあるかもしれませんね。はい、9連戦も明日いよいよラストなので、はい、今日の勝ちでいい形で次へつながりたいですね。そうですね、一番はね、そこをチームのみんなでね、力を合わせて、本当に最後勝ち試合でね、9連戦終わりたいなと思いますけどね、明日が大事。はい、期待しております。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい。